2019年9月8日福島県郡山市ヨーク海星山スタジアム。2019年9月8日今シーズンの最終戦が福島レッドホープスとビジター戦で行われます。福島県郡山市にあるヨーク海星山スタジアムで行われますので、試合開始前に少し覗いてみましょう。ご覧ください、まずこちらの球場が大きくて本当に立派なんですよね。そして球場の正面には出店、ピザ屋さんですとか唐揚げ、ポテトなども並んでいて、グルメも充実していますよ。球場が見えるスタンドの前、バックネット裏ですね。こちら現在は福島レッドホープスがシートノックをしています。選手の名前ですか？ランチャーハッシュとホッチュイベント、大記念スーツがこちらには、大記念と作るサインも入っていますね。アストロプラネットの選手名とかも入れるとね、またこちらも人気の出るイベントになるんじゃないですか。さあ、それでは一塁側の茨城アストロプラネットのスタンドへやってまいりましたが、どうですかね、茨城のファンの方、福島まで応援に来てますかね。さあ、どうでしょう、最前列にプラネッツのユニフォームを着たお客さんがいらっしゃいましたよ。突撃しちゃいましょうか。こんにちは。こんにちは。どれくらいかかったですか？3時間ぐらい。どうしても来たくなっちゃう。最後今シーズンのね、アストロプラネッツ見て、どんな風に今思われますか？本当に私たちがありがとうなんで、最後のありがとうを伝えたいと思ってきたんです。ありがたいですね、本当にありがたい。ゴーゴープラネッツ。何作ってるんですか？牛丼を作ってます。宮崎の A5 ランクの特 A です。ちょっと一緒に中見てもいいですか？どうぞどうぞ。わー、はい、今煮込んでおります。はい、すごい。選手の皆さんに食べてもらうやつですか？はい、もう最後のご奉仕ということで、みんなお腹いっぱい食べてもらえれば。ゴーゴープラネッツ。その特製牛丼を食べている選手を発見。レッドスター、やばいっすね、めちゃくちゃ美味しいっす。贅沢っすよ、こんな牛丼食べたことないっす。どんな味？どんな味？牛丼って濃い。コーチも食べてる。いや、もう終わっちゃった。完食しちゃいましたよ。美味しかった。美味しかった。昨日行動したんで、引き続きあればいいですけどね。はい、出れば頑張ります。はい、お疲れ様です。どうもマルチ。アプリクだな。最終戦、本当の最終戦。本当の最終戦、頑張ります。地元じゃないですか？地元です。はい、地元で最後花火打ち上がる前に僕が花火打ち上がります。地元で一発、一発、はい、ファンの人も見てると思うんで、はい、一発打って勝ちます。今日が BC 最終戦ということで、まあ、今年1年やってきて、まあそうですね、言葉にならないっていうか、今、まあ最後ここで1年や半年1年やってきたことを出し切る、自分の野球します。よろしくお願いします。最終戦で横山さんなんで、そう簡単には多分打たせてもらえないと思うんですけど、チャンスで回ってくると絶対思うんで、貴重な一打出します。はい、ゴーゴープラじゃあ、どうですか今日は？そうですね、最終戦なんとか前期の成績6勝を超えれるように、まあ1勝したら前期6勝、後期7勝ということで、しっかり67番縁起もいいので頑張ります。まあ最終戦なんで、このまま引っ張ってチームで勝ちます。ありがとうございます、応援してます。今日の試合のポイントどっか置いてるんですか？ポイント、まあ相手ピッチャーも元 NPB でエースだと思うんで、
やっぱ粘り強く投げて、1点でも少なく、投げたいと思います。はい、オープニングイベントでは元ソフトボール日本代表監督の宇津木妙子さんが来場。上杉選手、何やら参加するみたいですね。宇津木さんの代名詞であるノックを少年野球の子どもたち、そして上杉選手にも。上杉選手、貴重な体験でしたね。茨城アストロプラネッツ、これまでの成績は6勝27敗2分け。今日でシーズンラストゲーム、最後は勝利で終わりたいですね。2019年、泣いても笑ってもこれで最後、集大成を見せてください。 Go Go プラネッツ。福島レッドホープス対茨城アストロプラネッツ第7回戦、いよいよプレーボールです。1回の裏、福島の攻撃、茨城の先発は右の本格派、エースの小沼投手、楠木、丸も、大石、寺島、上杉、加藤、片岡、長峰、今日のアストロナイン、ベンチにいる選手たち、首脳陣、スタッフ、そしてファンの皆様、みんな一つになって戦おう。ヒット2本とフォアボールでワンアウト満塁、初回いきなりピンチを迎えると、レフトへの犠牲フライ、タッチアップでホームイン、1点先制されました。2回の裏、福島の攻撃、変化球で三振、変化球で三振、ランナーを出すも三三振でこの回を0点に抑えました。4回の表、茨城の攻撃、この回先頭の大石選手、レフト前ヒット、ノーアウトで出塁。続いては上杉選手、チャンスを広げてほしいところ。ライト前ヒット、ノーアウトで1、2塁、逆転のランナーも出塁。このチャンスに4番丸も選手、レフトフライ、寺島選手もレフトフライ、地元の長峰選手もセンターフライ、チャンスを生かせません。4回の裏、福島の攻撃、ツーアウトからヒットとフォアボールで1、2塁の場面、ライト線へのタイムリーヒットで1点追加され2対0。さらにピンチは続き、ランナー2、3塁の場面で、叩きつけたゴロは名手大石選手の前へ、アンラッキーな内野安打で1点追加され3対0。5回の裏、福島の攻撃、ノーアウトでフォアボールのランナーを1塁に置いた場面、4、6、3のダブルプレー、そして外角低め、渾身のストレートで三振、味方の援護を待ちます。5回終了後、福島の夜空に花火が、シーズン最終戦を素敵に演出してくれました。たまやー、7回の裏、福島の攻撃、三塁側スタンドからは
福島ファンのジェット風船。ヒットとエラーでワンアウト二三塁の場面。センターへの犠牲フライ、4点目を奪われました。8回の裏、福島の攻撃。リーグ最多登板、今日で47試合目の矢作投手。レフトフライ、片岡選手ランニングキャッチ。セカンドゴロ、相変わらずクールに抑えますね。最終回、茨城の攻撃。最後のバッター長峰選手、サードゴロでゲームセット。4対0、茨城アストロプラネッツ、シーズン最終戦を勝利で飾れませんでした。遠方から応援に駆けつけてくれたファンからの温かい声援。試合後のグラウンド、皆さんと一緒に花火を見れたことも思い出の一つになりました。皆さんまたたくさんの方々を連れて球場に足を運んでもらいたい。これから野球のシーズンに行きたい。選手たちの目から涙。お見送り終了、グラウンドにて応援しようという気になりました、ね、みんなが頑張ろうっていう姿はね、僕らもですけど、ファンの皆さん見てくれてたと思います。本当に今シーズンありがとうございました。よいしょ、お疲れ様でした。1年間応援してくれてるファンにちょっと一言お願いします。そうですね、毎試合温かい声援ありがとうございました。来年のまたホーム開幕戦でまた熱い声援をお願いします。今年1年本当に温かい声援ありがとうございます。本当に、期待に応えられるような、シーズンではなかったと思いますが、自分たちも含め、選手ですね、悔しい思いで、それを、来年の糧として、やっていきたいと思いますので、来年も、温かいご声援、よろしくお願いいたします。今年一年本当にありがとうございました。ちょっとキャプテン泣いてるんですけど、よっしゃ、本当こいつはキャプテンじゃないと泣いてなかったです。本当に泣いてる、申し訳ないですけど、一言いただきます、はい。本当ね、最後まで応援していただいて、まあ、僕も本当一生懸命、チームも本当一生懸命やりましたし、まあ、本当に悔しい結果は続きましたけど、本当来年選手たちもやってくれると思うんで、今後とも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。すいません、はい。1年間応援ありがとうございました。多分僕にしかこう感じることのできないことだったと思うんですけど、こう飛びした時に走れとかパピーっていうのはちょっとこう後ろからこう押されるような感じでスライディングしてセーフになることが多かったので、まあ、本当にファンの方たちには感謝してます。来年も引き続き応援よろしくお願いします。1年間、本当に全然勝てなかったんですけど、最後まで応援してくださってありがとうございました。茨城アストロプラネッツ2年目はしっかり、今年の記録をしっかり超えられるようにチーム一丸で頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。1年間応援ありがとうございました。マウンドに上がった時も、リッキーコールがしっかり聞こえてたので、本当にありがとう一言です。1年間応援ありがとうございました。新しいチームで、全然勝てませんでしたが、これからのチームなんで、これからも応援よろしくお願いします。今年応援ありがとうございました。全くチームの力にはなれませんでしたが、自分自身充実した1年になりました。ありがとうございました。この1年この球団でできたことが本当に感謝ですね。感謝一言つきます。はい。1年間本当に応援ありがとうございました。まあ、そうですね、不甲斐ない試合が多くありましたけど、またここからプラネッツが強くなっていくための1年だったんじゃないかなと思います。その最初の1年目に入れたことがとても嬉しく思います。
そして選手一人一人本当に夢を持ってやっているので、その応援もよろしくお願いします。この1年間、応援していただいて本当にありがとうございました。来年も引き続き茨城アスプラレッツの応援の方よろしくお願いします。1年間、応援してもらったりサポートしてもらったりありがとうございました。来年また選手が入れ替わってどういうチームになるか分からないんですけど、これからも温かい応援をしてもらえたらなと思ってます。1年間ありがとうございました。負けが続いている時も叱咤激励をしてくれて僕らも成長できたと思うので、また応援よろしくお願いします。ファンの声援は打席でも聞こえてたんですけど、やっぱそのファンの声援に対してやっぱ自分もそうでしたが、ファンの皆さんも多分満足の結果は出てないと思うので、やっぱその声援にも応えられるようなチームのためにもファンの人たちのためにもやっぱ活躍できるような選手に来年はなっていきたいと思います。1年間ありがとうございました。これから来年まだどうなるかわからないですけど頑張りたいと思います。よろしく、これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。頑張れ。はい、頑張ります。はい、頑張って頑張って頑張、頑張ってね、ジュニア。いつも慣れない日本語で頑張れと言ってくれたジュニア選手、ジュニア選手も頑張れ。今シーズン、応援ありがとうございました。来シーズンはもっと信頼してもらえるピッチャーになれるように頑張ります。応援よろしくお願いします。どんな試合になっても、点差離れても、必ず最後まで応援してくれた方々がたくさんいたので本当に力になりましたし、本当に感謝します。ありがとうございます。短い間でしたけど、たくさんの声援ありがとうございました。来年はもっと一つより多く勝てるように頑張りますので、来年も応援お願いします。ありがとうございました。1年間熱い応援ありがとうございました。今年は不甲斐ない結果でしたが、来年こそみんなに笑顔を届けられるように頑張ります。応援よろしくお願いします。ゴーゴープラネッツ。今シーズン応援ありがとうございました。来シーズン、どうなるか分からないんですけど、これからも茨城アストロープラネッツの応援をよろしくお願いします。今シーズン、西リーグ初めての1年目で応援ありがとうございました。僕は来シーズンもやるので、カーナさん呼んできて。今シーズン以上にもっといい結果を出してファンの皆さんに喜んでもらえる試合を増やしていきたいと思います。今シーズンありがとうございました。自分は怪我で投げれなかったんですけど、チーム的には成長したかなと思った1年でした。来年もやる機会だったら応援よろしくお願いします。今シーズン本当に応援ありがとうございました。チームは思うような結果はファンに見せられなかったんですけど、来シーズンは本当に優勝目指して頑張っていくんで、本当に来シーズンも応援よろしくお願いします。本当にありがとうございました。今シーズンはホームの試合で1試合も投げることができなかったので、来年は絶対にホームでたくさん投げたいと思うので、ぜひ球場に足を運んでいただけたらなと思います。今後も応援よろしくお願いします。こんな僕にいろいろ応援してくださりありがとうございました。来年はまだ分かんないですけど、また来年もやったらよろしくお願いします。シーズン70試合以上ある中でいっぱい足を運んでくださりありがとうございました。ファンの方の声援が力になりました。来年もお願いします。今年応援ありがとうございました。来年はもっといいピッチングができるように頑張ります。ありがとうございました。来年は今年以上に頑張るので応援よろしくお願いします。そうですね、来年はまた結果という形でもっともっと数多く勝ち、みんなで喜び合えるように頑張っていきますので、今後とも応援よろしくお願いします。茨城アストロプラネッツ2019年シーズン成績12勝55敗3引き分け、来年は一つでも多く勝利を見せてください。何？
なんで俺は倒れる。来年はもっともっと茨城県を笑顔に期待しています。 Go Go プラネッツ。宇宙の果て緑の芝に光が差す。 Go Go プラネッツ。最高。この番組はノーブルホーム、ビッグマーチ、筑波記念病院、茨城プラネッツ福祉センターの提供でお送りいたしました。